なっちゃいますけども、なかなかあの、ね、元のところにみんな戻れないとか、お家ね、なかなか思うように建てれないとかってあるので、それも落ち着きませんし、あとやっぱり職場もね、なかなかなくなってるので、そういうのもね、今後どうなっていくのかなって、うん、助け合って生きていかなきゃないっていうことで、その時のその何ですか、みんなで生きていこうっていう時のこの、団結っていうんですかね、それが素晴らしかったんですよ。なんていうんですかね、こう美しく感じで、これが本当のあの人間の生き方かなってちょっと勉強になったんですよ。ちょっと思い出してください。それであのちょっとごめんなさいね。人間はその本来そういう助け合って生きていかなくちゃないっていう本能的なものがあるんだなっていうことに